ちは。どうもすみません。ありがとうございます。メダルの方も光ってしまうので少し守ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。ごめんね。じゃあこうやってどうしましょうか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ座りましょうか。ありがとうございます。それもすいません、この場でいるマジャードワーカー、ずっと昔科学技術担当大臣やってた時代からいろいろこのジャクソンが入ったこのパネルいっぱいもらってました、ね、高校の形のパネル随分たくさんコレクションになってます。本当今回もありがとうございました。どうもすいません、ごめんなさい。どうも失礼します。はい、5ヶ月間 の、 国際宇宙ステーションの長期滞在を終えて地球に帰還しました、はい、また宇宙飛行士から、はい、まずはミッションのご報告をさせていただきまして、はい、その後に本年です、ね、2回目の長期滞在に向けて訓練中の古川宇宙飛行士からご挨拶をさせていただきます、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、山川理事長からお話ありましたように、はい、昨年の10月に、クルードラゴン宇宙船で、はい、米国にフロリダ州から打ち上がりまして、はい、約5ヶ月間、はい、157日間の滞在を終えて、はい、この3月に、帰還いたしました、はいはい、この度首相官邸を結んだ更新イベントのこちらにありますように、総理に宇宙ミッション中にですね、お世話になりまして12月ですよね、はいはい、本当に宇宙からお話しさせていただく機会をいただきまして本当にありがとうございました。した、はい、今回のミッションでは、はい、国際宇宙探査に向けたさまざまな技術実証、これが大きな成果だったというふうに思っております、はい、今日こちらに、持っていかせていただきましたパネルにもありますけども、この水再生処理装置、これは汗とか尿からですね、飲み水まで水を再循環させて利用するシステムで、こういったものが今回初めて JAXA の装置として、全工程を一貫して、運用することができました、はい、この技術というのはやはり、ゲートウェイ、さらにその月探査によっても重要なミッションになります、それから今度は月の重力は我々の重力よりも6分の1ぐらいの小さいものなんですけども、そういった低い重力の環境で液体がどういう挙動をするかということを調べる実験、これも有人与圧ローバーのような日本の得意な技術を生かして月探査に貢献することが求められておりますけれども、こういったデータを取得するということが日本の得意な技術を生かして月探査で活躍するために必要な技術で、こういったものをこなしていただきました。また人工衛星、小型衛星をですね7個放出いたしましたり、それからこの簡易実験をアジア太平洋地域の学生さんが提案したものを希望で行うといった形で人材育成をしております。そしてこの、ロボットをですね操作して地上から操作するような、イベントがあったんですけど、ロボットプログラミング協議会、はい、実は総理が方針をしてくださった時にも、この日本チームの代表の方がロボットのプログラムを作って軌道上でロボットを動かすことに参加してくれた学生さんもこの参加をいただいてですね、更新イベントに参加いただきました。あ、そうですね、はい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 、ですからそういった形で人材育成に貢献したり、それから日本政府として2030年まで国際宇宙ステーションの運用の参加を決定いただきましたけれども、軌道上に行かなくてもですね、やはりその民間と各国の宇宙機関が協力して地球低軌道の活動をさらに活発化していくという動きが、うん、
よくわかります、うん、そして、日本宇宙日本食とかそれから生活用品そういったものでもですね、うん、これまで宇宙と直接、関係がなかった企業の皆さんがさまざまな宇宙の製品を作ってくださるということで、うん、実はあの宇宙での生活も非常に快適になっているというふうに思います、うん、まあ、今回、ミッションでいろんな経験させていただきましたけども、うん、それを新しい宇宙飛行士の仲間曽根さん、米田さんという新しい仲間がいますけれども、うん、有人宇宙探査、月探査、さらにその先の探査でも日本がしたい的な役割を果たしていけるように、はい、これまでの経験を生かしたいと、はい、それからあの古川宇宙飛行士、世界各国から非常に信望の高い宇宙飛行士ですので、ま、うん、もなく宇宙に飛び立ちますけれども、はいはいはい、古川さんのミッションも支援させていただきたいというふうに思っております、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、あの私の方は現在国際宇宙ステーションミッションに向けた訓練を続けております、はい、今年の夏以降の搭乗を目標としています、はいはい、で、NASA はじめ各国の宇宙機関においてそれぞれが担当する部分の訓練を、仲間と一緒に続けております、うん、今回、帰国時には、はい、NASA の仲間のクルーと一緒に、はい、地上の、管制官の方たちと力を合わせて、日本が担当している希望日本実験棟の各種実験だとか、はい、運用だとかを確実に実施できるよう訓練を重ねました、うん、自らの任務に誠心誠意取り組んでいきたいと考えております、はい、あのどうもありがとうございます、今日はの若田さん、古川さん、そして理事長はじめ JAXA の皆さんの方、こうしてお越しいただきました、ありがとうございます。でまず若田さんとは先ほどお話の中にも出ておりましたように昨年12月この更新イベントでお話をさせていただきました。そして、今ご説明があったように、まあ、大変充実した活動を、こなされて、無事帰還されましたと本当に、お喜びを申し上げますし、聞きましたら若田さんは宇宙飛行5回目ですか、はい、5回目ですし通算504日ですか、はい、まあ、本当にあの大変なこの豊かな経験をあの持っておられる、まあ、ぜひ、まあ、今後とも、後に続く若い人をはじめ多くの関係者にその経験そして蓄積を、しっかり分け与えていただき、またこの取り組みをリードしていただければと、心から願っています。そして古川さんの方は今お話がありましたように夏からこの ISS の方に登場される、そういった予定であると聞いておりますが、日本は2020年代後半に日本人宇宙飛行士を月面に降り立たせる、着陸させる、こうした大きな目標を掲げて取り組みを進めているということです、まあ、古川さんのこの今回の活躍が、まあ、そうした大きな目標に向けて、この道筋において大きな成果につながることを心からご期待申し上げたいと思います、まあ、いずれにしましてもこうした皆さん方の努力によって、我が国としましても、その日本の技術力これをしっかり駆使する中で、宇宙の開発利用に向けて、貢献をしていきたいと思っています、まあ、そのためにも皆様方それぞれの立場で元気でご活躍されますことを心からお祈り申し上げます。今日はどうもありがとうございます。それでは報道の皆さん。